りょうけんくんからツイートが届きました。乃木坂さんの歌を歌う。乃木坂さんはね、あんまりわかんないんですよね。乃木坂さんの全体の曲っていうか、西野七瀬さん、なあちゃんの曲で好きな曲があるんで、それを歌っていきます。もう少しの夢って曲ですね。もう少し夢を見させて、最後まで頑張ってみる。それがどんなに遠い場所でも、この手伸ばして諦めない。めっちゃ歌詞見てる。歌詞覚えられないんですよね。ドキドキの願いは流れ星みたいに、やがて消えてしまったけど、絶対叶えたいと思えることに出会って、私って変わったのかな。人生でそんなに欲しいものなんて、振り返った時いくつあるのだろう。お金では買えない大事なもの、目の前にある。もう少し夢を見させて、最後、間違えた、人と違う。いつも途中で立ち止まってた、この道歩き続けよう。はい、ドミちゃん。うん、どうした、ドミちゃん。眠い？寝よう。うん、もう寝るとこだった。あ、ほんとごめんね。それもさ、ちょっとそろそろ寝ようかなって思ってたんだけどさ、ちょ、最後にドミちゃんの声聞きたいなと思って電話したんだよね。いいよ。最後の俺のわがままを聞いてくれる？うん、ありがとう。いいよ。最後さ、あれをしたいんだよ。何？あれ、なんだっけ、イチャイチャしりとり。イチャイチャしりとり。イチャイチャしりとりって知ってる？え、知らない。どんなやつ？なんかそのお互いのことを褒めるんだけど、うんうん、例えば、うん、しりとりから始まって、うん、こうりから続くなんかを言って、はいはいはい、で、それでこう最後そう、相手に向かってなんかその好きなところとかいいところとかをね言って、で、それでこうしりとりだから次の文字でまた僕がこう好きなところを言うみたいなのそういうやつだ。普通のしりとりじゃなく、お互いのいいところとか好きなところを言い合うしりとりだね。うん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 。じゃあこれ3回やろうか。3周。オッケー。じゃあ僕からいくよ。うん。しりとり、りだよ、ドミちゃん。あ、私から？そうだよ。料理が上手。おお、ずか。ず。まあ、すでもいいもんね。うん。素直なところが可愛い。い。インドア派なところがちょうどいい。ちょうどいい。またいいか、またいいか。いいわね、待ってよ。いっぱい楽しいことしてくれるよね。ね。ね。寝る前にもこうやって声を聞きたいって電話してくれるよね。ねえか、またね。すごい長いな。ありがとう。ねえ、ねね、寝言を言うドミちゃんが可愛いよ。よよよよよち。え、よっち？え、なんか今よっちって聞こえなかった、ちょっと。
聞こえてない聞こえてない。あ、ちょっとドミちゃん。ちょっとドミちゃん。なんでうるさいよ。どういうことドミちゃん、どういうことどういうこと。あ、違う違う、あのよっちくんよりりょうけんくんの方が好きって言おうとしたの。本当？なんかちょっと他の男の名前が出てきたからびっくりしたよ。いや、ちょっと不倫してんじゃないの。不倫してない、結婚してたっけ私たち。あの浮気、浮気か。浮気してんじゃないの。浮気、りょうけんくんだって後ろになんかラブっていうハートのやつがあるじゃん。違うよ。これはラブじゃないよ、ウェルカムだよ。なんでそんな急にウェルカムし始めたんですか。ウェルカム、ドミちゃんウェルカムってことだよ。違うでしょ、私以外の女ウェルカムってことでしょ。いやどういうことだよ。他の女もウェルカムじゃないよ。そんな何人も何人も連れてきてないよこの家に。やめて。ドミちゃんウェルカムいつも電話してきてよってことだよ。いつでも電話してよってこと。そうそう、ドミちゃんでもこういうの好きでしょ、こういうなんかキラキラっとしたやつ。うん、好き。早く行きたいな。ドミちゃんがあの寂しいから、あの背景がさ、賑やかじゃないと寂しがるかなと思って、うん、豪華にしたんだよ。すごい優しいね。でしょ。ありがとう。びっくりしたよ、よっちゃんって、あんなもうあんな野郎。いや、違う、びっくりしたよ、ちょっとドミちゃんから連絡取り合ってるんじゃないの。取り合ってないよ、違う、よっちさんよりりょうけんくんが好きって言おうとしたの。本当に、なんかちょっとさっきからなんかテレビ電話してる時にちょこちょこなんか LINE の通知みたいなの聞こえるけど、それヨッチじゃないの。いや、ヨッチさんの LINE 知らないもん、だってりょうけんくんしかいない。出た出た、りょうけんくんしかいないよ。そんなわけないでしょ、俺だけしかいないって。何それ、友達っていう一覧1しかないの。LINE の下に友達のところカッコ1みたいな。うん、ゼロ。いやいや、俺はどこ行った。俺はどこ行ったドミちゃん。いや、ゼロって何、どういうこと。それはそれでおかしいでしょ。俺はどこ行った俺は。いや、あれじゃん、いつもズームじゃん私たち。おい。LINE だよ、 LINE。 ズ、まあ、ズーム使ってるけど、ズーム使ってるけどさ、仕事ツールだけどね。いや、ヨッチくんとは LINE してないよ。またまた、じゃあ今度ちょっとヨッチに聞いてみるよ。いや、いいよ、全然いいよ。ちょっとじゃあ今で、ちょっと今ヨッチさんにちょっと電話しちゃう、今ちょっとここで。いや、そんなこと言ったら私だってイッチーさんに電話しちゃうんだから。いやいや、やめてよ。そんな、ちょっとヨッチさんに今かけるよ、電話。なんで。出た、早いよ、出たわ。おい、あ、出た、早い。ちょっとヨッチさん。はいはい。ちょっとここにドミちゃんがちょっとこういるんだけども。ドミちゃんが、うん、ちょっとなんかこう、俺の彼氏なのにちょっとこうヨッチさん、ヨッチさんちょっと LINE やってんじゃないですか、ちょっと。そりゃやってるよ、俺ドミちゃん付き合ってるの。ちょっとさっきからあの、あれなんですけど。何。ちょっとさっきからちょっとあの、うん、僕とズームしてる時に、うん、ドミちゃんがあのドミちゃんの方から LINE の通知がちょっと来るんだよね、ちょこちょこ。そうそうそう。なんで来んの。僕はなんかちょっとそのドミちゃんとズームしてる時に、なんかヨッチさんっぽいなんか LINE がちょこちょこなんか通知音だけ届くんだよ。だからちょっとこれどういうことなのかなと思って。いや、だってそれはだってドミちゃんと俺はもう付き合ってしまってるから。もうそうなの。ちょっとドミちゃん聞こえる。うん。なんてことですか。何ですか。ドミちゃん、何ですか。付き合ってるよね。
ヨッチさんちょっとやめてください。ちょっと僕の彼女にちょっとあのちょこちょこ LINE すんの。ちょっと楽しい時間がちょっと奪われちゃうんですけど。トミちゃんすごいもんねこれ。してないです。してない、してない。ちょっともうもういいよ、ね、もうしてない。してないですよ。いやいやいや、ちょこ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 ピロンピロンピロンってもう もういいよこのメガネ親父が。おい、やめ。